まず、今シーズン移籍して、全てが新しい車になりました。もう例えばもうモーターだったりとかサスペンションの形状だったり、もう例えばこのブレーキのダクトとか、もう全て、今まで使ってた車とは、仕様が違いますね。で、一番まあ分かりやすいのはシートがカーボン、これもう一番の安全性もあるんですけども、剛性も出るし、まあ、ここはもうかなり違います。これだけでも本当にもうかなりの高額なものを使ってますね。で、今までの車よりも、ホイールベースが長くなったことによりこの、インパネから、ノーズ、まあ、ウィンドウの見えるところまでが、今までよりは遠くなってます。ただその代わり、シート、まあ、先ほど言ったシートの形状が変わっていることでもう格段に運転もしやすいですね。あとボディの形状で違うのはもう今年使うのはもうカップって言われてる最高峰のマシンと同様の、これ反対向いた時に、飛行機のブレーキと同じようにこう反対スピンして吹っ飛びそうになった時にこれがパカッと開いて、ブレーキになる役目をします。はい、じゃあ古賀選手、今日初めてテストドライブしてみましょう。感想を
教えてください。もう全然ね、もう違うというか、車がもう本当に素晴らしいです。もうこれで結果が出ないのは全部僕のせいだと思います、今年は。はい、もう本当にすごいいいテストでした。わかりました、頑張ってください。はい、ありがとうございます。